こんばんは。はい、こんばんは。こんばんは。今週も、はい、はい、やっていきましょう。やっていきましょう。はい、お願いします。お願いします。はい、今週、休校でしたね。一斉休校がスタートしましたね。はい。どうでしたか、皆さん。皆さんどうでしたか。お子さんがいる家庭で。子供がずっといて、そうですね、ね、お家で過ごす1週間、はい、少し早く来た春休みなんですけど、春休みね、どうでしたか。僕はもう完全に子供ペースで何もできませんでした、この自分のことはね、はい、そうですね、はい、はい、某カードでもうポケモンカードで某カードでポケモンカードに明け暮れる日々でしたね、ずっと、はい、狭い、すごい、まあ、最初のうちはいいんじゃないですかね、徐々に飽きてきたら勉強してもらって、はい、あ、まあでも最初の頃はなんか宿題が出されてなかったね、はいはい、急に休校だったので、はいはいはい、宿題が出されてなかったんですよね。あ、そうなんだ。そう、徐々にほらね、宿題渡します、もう取りに来てくださいって言われて、うん、取りに行ったらまさかまさか入ってましたね。じゃあやることいっぱいですね。遊んでらんないですね。そうですね、はい、やるのかしらって感じですけどね。やらせます、はい、やらせますって言われたけど、はい、じゃあその勉強してる間に俺もその仕事、そうですね、俺はその時仕事する時間だよ、うん、だから勉強してね、うん、で一緒に机並べてやれば、はい、多分やると思うので。そうですね、まあ、採点時々したりしてね、まあ、教えながらね、うん、はい、やれればと思うので、はい、やりたいと思います。そうですね、はい、上手にね、時間は上手にね、使わないとね、はい、いけないですね。いいきっかけになったんじゃないでしょうか。そうですね、それぞれまあこれがあと1ヶ月続くのかっていうのはちょっとあれですけどそうですね、あ、まあそう、それでね、お預かりができないお家ではうちでもお預かりしますって言っていましたが、はい、今のところ ね、うん、問い合わせはあったんですけど、うん、まだ実際にお預かりっていうのはなくて、うん、まあ、ちょっと来週、再来週かな、一件入ってるぐらいで、はいはいはい、まだないの で、 そうです、ね、よかったらね、うん、他のとこでもやってるとこあって、そうですね、はい、ね、あのとこはね、菊厚さんとことかすごいですよねスケジューリングがバッチリ、新しい学校作っちゃったんじゃねえかぐらいのうん、うん、あれですけど、楽しそうでしたね。あれはあれすげえなと思って、カードゲームみたいなのいっぱいあってね、はい、ボードゲームとかも準備してました ね、 う、 ね、うちはあのすげえゆるゆるで、はい、来た子たちと何しよっかって話しながら決める感じで、はい、行きたいと思うので、そうですね、はいはい、もしね、預けるとこがなくて、はい、お困りの方は、困ってる方はご連絡ください。預かりますので、うちのことも遊んであげてください。はい、はい、暇を持て余しておりますので。そうですね、元気を持て余しております。はい、はい、ですね、そうですね、はい、まあ、お預かりもしいたら、はい、ご連絡いただければと思います。はい、はい、でもあれですね、宇都宮もインターパークで出ちゃったから ね、はい、インターパークで出ちゃったっていうか、インパで働いてる人が、あ、そうですね、感染しちゃったみたいなんで、はいはい、ね、ちょっとね、話しただけで感染するんだなっていう感じもしますけど、うん、うんうん、でもあれなんか、まあ、新しいウイルスだから、うん、ああいう感じで報道されてるけど、うん、あのインフルエンザとか毎年あれの、ね、あればっかあればっかですかここでここでこことここで接触したからこれがこうでこうみたいなのの連続じゃないですか、はいはい、だから、うん、まあ、報道の仕方だなと思って。そうですね、うん、そうですね、まあね、いろんな先生たちの記事とかいっぱい読んでみましたけど、まあ、致死率といえばまだまだ低い方というか、うん、まあね、で高齢者が少ないっていうのもありますけど、高齢者の方が危ないみたいなので、うん、そうですね、はい、それは本当に気をつけてもらって、はい、まあ、子供はね、感染しててもなんか体温がね、もともと高いし元気なのもあって、なるほど、それそのまま自分は発症しないけどあちこち持ち歩くのが危険なので、まあ休校という処置なのかなというのはありますけどね。まあでもあちこちで中学生らしき姿は見ますけどね。まあしょうがないですよね。そうですね。怒られてましたけどね。小学校のグラウンドで遊んでた中学生が怒鳴られてましたけどね、中学校の先生に、ね。遊んじゃうよね、でもね。遊んじゃうね。楽しくてしょうがないよね。ね、
卒業シーズンだし、うんそうですね、夏休みとかなんか宿題が大量に出され学年変わっちゃうから宿題とかも出しようがない、うんそうですよね、クラス替えとか担任変わっちゃうのがほとんどだと思うんで、うん、ね、うん、とかなんか中高生とかもあるじゃないですか、うん、カップルとか、うん、お家でねどうしましょう性行為をしてしまってとかないですか、はい、どうですかね親がいない間に親がいない間にねどうでしょうか、まあ、その辺は自分たちで気をつけていただいて、ね、なんか心配な方はちゃんとねあの道具をお渡ししてあげた方がいいんじゃないでしょうかまあねその辺の話はちゃんと親子でできるとかが本当はベストですね、うん、そうですね、うんまあ気をつけてください何を気をつけるか分かんないけど投げやりな感じです、はい、ご利用は計画的にですねご利用そうですね、はい、まあね埋める体にはなってるけど今産むタイミングなのかっていうとことあとはどれだけ相手の女の子を大事にしたいかですよねそうですね、はいはい、気をつけてくださいねはいはい、そんな中、はい、なんと来週、はい、3月10日に、はい、ミヤさんがミヤラジに出演するみたいです。そうです。あのうちのあのたまみさんと一緒にミヤラジに出演するお話をいただきました。ありがとうございます。行ってきます。おめでとうございます。よくわかんないけど。ラジオは久しぶりです。3月10日の6時。はい6時から55分間も喋るらしいんですよね55分間生放送何喋るんでしょうね生放送ですよペロッとなんか違うの喋っちゃうかもしれない過ちは許されない大丈夫ですよ30分は耐えたのね前ラジオであ出たことあるんですかありますねあ、はい、どこのラジオ栃木放送あ栃木放送、ね、はいはい CRT にはいその時は何話したんですか？あその時は、広場の話とあと、性教育をしてますっていう、はいはい、そういう活動の話とかをしました。紹介みたいな。はい、そうですね。はい。ちゃんと真面目にやってましたよ。ちゃんとできましたよ、ね、と、はいはいはい。今回は玉美さんと一緒？そうですね。玉美さんに。で何話すんですか？はい、あ、なんだろう。やっぱ同じようにテーマというか。まあ、テーマはまだ決まってないんですけど、まあ、活動どんな活動をしているのかとかどうしてその活動をするようになったのかとかあとたまみさんの、ね、食事のお話で、まあ、今だから必要なこういう食事がいいんじゃないですかっていうおすすめのお食事とかお話しして、まあ、今後どうしようかっていう話とかをするらしいです今後どうしようかあどうしようか今後の展望というか今後こういうふうにしていきたいなとかそういう話なのかなあ広場の広場と私の活動とかかな。お話いいんですか。しちゃうん多分。へはい。なんかどういうあれなんですか。どういうなんか番組とか。あ番組自体はあの番組のパーソナリティというかの方が、まあ、ご自分でこうがんを克服されたので、はあまあ、そういうところの情報を皆さんに知ってもらいたいっていうコンセプトの、はいはい、はいはい。なんかこう健康になりたい方とか今がんで、ね、苦しんでらっしゃる方とかに必要な情報をお届けしようという感じで、うん、結構、はい、じゃあいいですねそうですねぴったりというか、うん、はいはい、ね、今、ね、そういう話題の健康についてっていうところを話しできればいいかなって思ってますけどなんだかんだ言って、うん、免疫力が高ければはい、はいね、ウイルスもかかりづらいと思うの で、はいはい、プラス予防とか手洗いうがいしてもらえればね、はい、そこまで怖がらなくても、ね、はいと思いますけどねある先生はたかが風邪って書いてありましたからねたかが風邪 かツイッターとかでもなんかコロナウイルスに感染した人がツイートしててはいはいなんか熱は出ないけど、うんうん、咳がすごいだけみたいなああとなんか食欲不振って、ね、よく書いてありますよねはいはいそうだからもう感染力はあるっちゃあるのかなと思うけど ね分かんないうちにかかってる場合もあるかもしれないですよね、うんうん、で治っちゃってねっていうのもあるかもしれないなってちょっと思って
ますけどね、はいはい、まあ、なんかその辺の健康のことをお話しできればいいかなと思っております。じゃあ僕は聞いてるので。あ、そうですか、はい、わかんない、出演してるかもしれないですよ。出演はな、はい、それ かっちりしたとこ嫌いなんですよ。かっちりしてないと思いますよ。本当かな、こういう感じでダラダラ話せるならいいけど、うん、ダラダラ話しますよ、私がいるからダラダラになりますよ多分。でもミヤさんいるなら別に俺出る幕ないからいいや、聞いてます。そうですか、はい、へえ、まあ後でね打ち合わせしましょう。はい、来週はそんな感じで、はい、そうですね、皆さんがラジオに出演する感じです。はい、失礼します。それくらい、はい、まあ、うちは通常営業で、はい、はい、あの、まあ、自粛と言われていますが、自粛しすぎでね、やっぱりしょんぼりしちゃう方たちも多いんじゃないかなと思いますので、うちはそれを吹っ飛ばそうと思っております。はい、そうですよ、僕なんて体育館も、あ、僕グランドも使用禁止って市から連絡が来て、ね、はい、何もできない、何もできないですね。ので動画配信でも、動画配信も LINE トレーニングの動画は YouTube に上がってるので、うん、今日前アップしてたんですけど、はい、なんで、うんうん、子供たち結構ずっと家にいても ね、なんかストレス溜まっちゃうし ね、方向ないですかね、うん、まあ、別にマラソンなんかしてる子とかも見ましたけど、Facebook で、個人的に外走る分には全然、ね、多分問題ないからね、うんうんうん、マラソン大会とかだと大変だけど、うん、ね、そうですね、個人的に走ってくる分には逆にいいんじゃないかなと思うんだけど、うんうん、ね、何かできることを、そうです ね、 ね、まあ、後半になれば落ち着いてくるのかな、ね、まあ、でもと思いますけどね、宇都宮で出たからどうなるか、はい、分かんないですけど、まあ、なんか3月11日あたりがなんか何かあるのかなって、ちょっと楽しみにツイートを見てますけどね。なあね、うん、そうですね、はい、まあ、でもズレズレになって今みたいなので、もしかしたらズレるかもしれないしね、はい、はい、うん、こんな話だと思ってますけどね、はい、あ、そう、お預かりはですね、通常、春休みになる前までの日と思っていますので、はい、はい、お預かり3月24日までの予定になっています、はい、だったらいつでも、はい、はい、あ、16日だけ、あ、そうですね、旧正規学で口座が入ってて、はいはい、結構大人が来るので、はい、その日以外だったら、うん、そうですね、大丈夫です、はい、はい、はい、大丈夫です、はい、平日、土日はあれだよね、平日だけどね、土日はちょっと、はい、お休みですね、もともとちょっとスクールとかも入ってますので、うん、はい、そんな感じです。そんな感じです。はい。ゆるゆるですが。はい。はい。大丈夫ですか。はい。健康です。はい。でもないな。なんか最近ちょっと胃腸の調子がおかしいです。食べ過ぎですね。養生してください。はい。よく噛みます。はい。はい。はい。いいですか。髪の毛切りましたね。まだ続けるんですか。髪の毛切りましたよ。はい。左、はい、右半分だけ、はい、WK で刈り上げました。加藤先生と同じ髪型に同じ髪型でもないけど、ちょっと寄せました。意識してます。意識してます。そんな意識はしない。あ、そうですか。あ、あ、はい、はい、そうですね。そして小林くんが暇になったので、このニューア8000暇プレゼントをね、8800円、8800円の施術、はい、僕の我が心式セラピーの施術を8800円で受けていただいて、そうです、この受けて8800円で受けていただくと、ミニ BP を、ミニ BP、まあ、プレゼントはしないですけど、はい、どこかの神社か、なんかどっかの宇都宮市内の必要そうな、まあ、気の流れを良くするために、はい、ね、どっか埋めてきます。そう、なんか僕、そう、ボランティアなので、はい、僕も8800円いただきますけど、これ全額8800円なので、はい、僕のところには1円も入ってこないので、はいはい、これのお支払いに使う、なのでなんかギフトという感じで、はい、あのお金払ってもらっ
で、はい、まあ、施術ももちろん受けれるので、はい、自分も癒してもらって、はい、まあ、その癒された分を、はい、これを使って土地を癒そうみたいなイメージでやってもらえればと思うので、はいはい、ぜひね、なのであのそのままお渡しするとかはちょっとできないんですけど、そうですね、はい、私たちがちょっとその受けた方にお渡しとかはできないんですけど、はいはい、気になるところに僕が、まあ、独断と偏見で、はい、独断と偏見でもないですけど、はい、そうなんかツイッターで見たんですけど、はい、宇都宮市の神社なんか結界が張ってあるところがあるらしいので、あ、そうですか、ちょっと裏が取れてないんで全然わかんないですけど、あ、はいはいはい、はい、その辺に埋めてこようかなと。あ、そうですか、結界強化するために北斗七星と、あ、はい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 、オリオン座、はいはい、なんで1,2,3,4,5,6,7と、はい、7だから14、はい、14本あるか、はい、先は長そうです、でこの前一人受けてくださったので、ね、よかったですね、はい、はい、埋めていきます、子供と一緒に行ってこようかな、はい、うん、うん、はい、ですです、はい、ぜひご連絡ください、はい、まあ、癒されたい方とか、はい、癒されたい方っていうか、うん、疲れが溜まってる人とか、はい、ね、それこそ、ね、ずっと子供といて、うん、ちょっとストレスが溜まってきちゃったとか、そうですね、はい、人とかね、うん、はい、受けてもらえれば、はい、私のいつもいつも癒していただきありがとうございます、ダジャレですか、いつも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 癒していただいております、はいね、一家に一台じゃないですけどね、そうですね、はい、まあ、いいなと思います、やっぱり、はい、自分でねやってもいいんですけど、自分でできないことはないけど、やっぱやってもらうと即寝ですね、はい、ありがとうございます、ということで、はい、ぜひご連絡ください、はい、はい、じゃあそんな感じで、はい、はい、じゃあまた来週もやっていきたいと思います、はい、じゃあありがとうございました、ありがとうございました、はい、終わりがしまないけど、はい、ありがとうございました。